野村古道。黄金を浴びる女。奉行に代わって。おこまさん。相変わらず綺麗だぜ。あら、ごんじさん。お前さんは相変わらず口が悪いよ。口の悪いのは通り者だが、おこまさんの綺麗なのと違って罪は作らない。 何を言うのさいきなり悪口を言ったりいい子になったり2二人は顔を合わせさえすればこんな調子で物を言う間柄だったのです神田明神前のささやかな水茶屋を営んでいる神兵衛の娘おこま国定の一枚絵に描かれたほどの美しさで享保・明和の昔のお仙・お富士にも優るだろうと言われた評判娘が どんな巡り合わせで懇意になったものか金座の五島三右衛門に使われて草履を直したり庭の草までむしっているひょっとこの権次という三下野郎と不思議に馬が合うのでしたもっとも恋でも情でもあるわけはありませんお駒はピカピカするほど美しいのにゴンジはあだ名のとおりひょっとこで それに年だっても四十の方へ近かったかもしれず家も金も貫禄も見識もない身軽な織付け風情ですから引き手あまたのお駒をどうしようという野心があるわけはなかったのです見てくれの美しさに似ず希少もので鉄火でたった十九というのにオ,オカミ連を手玉に取って甘塩でしゃぶるようなお駒と気軽でひょうきんもので ところのない権次が互いに友情らしいものを持っていたにしても不思議はありませんところでおこまさん内イナイの話があるんだが一当たり軽口をたたくとゴンジは案外真剣を顔になって見事にとがった唇をペロリとなめます嫌だねないないの話なんかそこで白状してしまいなよ く,どくんん。じゃないぜ、おこまさん当たり前さお前さんに口説かれたって驚きやしないがまたお小遣いを稼ってんじゃないの人聞きの悪いことをい個なしあれはお前たった一度だぜ割前勘定が不足してとんだ恥をかきそうになったからおこまさんに頼んで埋め合わせをしてもらったが明くる日はお土産付きで返したはずだぜ お土産まで吹聴されちゃうせやないまあいいやな。今日のは天下の大事だおちゃらかさずにつきあってくんな天下の大事ときたねそれじゃあ聞いてやらなきゃ駿河台の殿様にすまないだろうこっちへお入りよハハハ大久保彦左衛門の講釈と間違えてやがるはいごめん 変な顔で見送っている客をかき分けて、こんじはおこまのあとに続きました。店から帳場だけをへたてて形ばかりの六畳ですが、時々はここへも泊まると見えて一通りの世帯道具は揃っております。締め切ってると暑いね。少し開けようか。ちょいと待った。そこを開けるのは一通り話が済んだからにしてもらおうか。 だってもう4月だよ4月だって5月だって女を口説くのにあけっぱなしという方はない本当に口説くつもりかえゴンジさんゴンジさんと来たね俺はもう遠ばかり若いと口説きたくなるだろうよ若くなくったって顔の造作は変えられない言ったねおこまめ まままた脱線してしまいました。しししてい冗談はいいかげんにして早く用事を言っておしまい店は金ちゃん一人で困っているじゃないかおこまはそれでも話の本筋へ引き戻しました少し斜めに座るとひざの間から赤いものがこぼれて皮下脂肪の多い滑らかな手足その真珠色の皮膚や 桜貝のような爪を見ただけでもこの女の恵まれた美しさが全身に行き渡っているのに驚かされるばかりです思い切って話そうおこまさんお前は言い交わした相沢宗三郎様と別れなきゃならないんだぜえそして今の俺のお主にあたる 座の五島三右衛門様の僧侶三条様のところへ行ってもらわなきゃならないんだそんなバカなことを誰が一体私に言いつけるのだえ生意気じゃないかひょっとここんちのくせにおこまはカッとすると外して持っていた赤いタスキで権次の顔をピシリと叩きました ネりギヌのような美しい肌が急にやかねさして、恐ろしいふん炉に黒い瞳がきらりと光るのさえ、おこまの場合にはたまらない見惑です。おこまさん、腹をたてるのももっともだが、これには深いわけがある。落ち着いて聞いてくれ。誰が落ち着いてなどいるものか。犬にでも食われて死んでしまうがいい。 おこまがさっと立ち上がるのをゴンジは裾をつかんで引き戻しました小唄の文句のとおりだ俺もこんな非道なことを言うより犬にでも食われた方がマシだよ何をするのさ話しておくれ人の裾なんかつかんでキザでないのだけがお前の心情だと思ったら大きな声を出すよ、まああ 存分に張り上げておくれ。おこま。俺は袋叩たきにされて放り出されても恨みはしないお前が相沢様と切れて後島の小せがれのところへ切り込んでくれさえすれば自問じゃないが痛い腹くらいは切ってもいいよ振り上げたんじの顔は急に突き詰めた真剣さにこわばって希代のグロティスクなひょっとこも もう笑える人相ではありません。何だとえ誰も聞いちゃいないか。おこまさん、みんなぶちまけた話そう。これは、感情不行、やべ、駿るの神様の差し金だ。えおこまさん、俺は、駿るの神様に代わって、お前をクドキに来たんだ。聞いてくれ。 の声もすっかり潤んでおこまは引き据えられたようにその前にうなだれておりました不義の富を探る役目天保四年七年再度の大飢饉の恐ろしさは書いたものにも古老の話にも語り伝えましたが 特に8年は休境の絶頂で日本全土の人間が灰色になったと言ってもいいありさ江戸から東北にかけて文字通り画表のに横たわるという悲惨な日が続きました大阪では大塩平八郎の乱が2月に起こり江戸でも春から人気が沈みきって毎日何百という飢え死にがあるありさです 幕府の蔵を開いて休眠を賑わすとか悪化をいで逼迫した金融を緩和しようという義はありましたがもう少し根本的に考えて米価を引き下げようとか差し当たり何十万の休眠を救おうとかいう義はなかったのです勘定奉行矢部駿河守は後に鳥居貝神に陥れられて水野越前神の,の末路も見ずに噴死してしまいましたが 天保年間ばかりでなく徳川300年の治世中にも幾人と数えるくらいの料理でしたこの時は若くもあり元気でもありその代わり新米の勘定奉行でにらみの利かなかった恐れはありましたが随分辛辣と思われるほどの仕事もやってのけました第一に目をつけたのは勘定奉行配下にある金座銀座の役人です これは、貨幣鋳造の旅ごとに部値というものをもらう千分の10すなわち千両の鋳造で十両ずつの所得他いろいろ役得があって後藤三右衛門などはその資材だけでも100万両を超えるだろうと言われるほどでしたはるか後年高下2年に金座の後藤が私財になったのは 神を誹謗したという罪名になっておりますが実は鳥居貝の神らと結んで悪化を鋳造し不義の資材を集め過ぎたためです銀座の方の役人もこれに劣らず豪奢を極め仲役の小南などは家の中が小判だらけだったとか蒲焼きを取って二部金で払ったとか千両以上の費用で別荘を3つも作ったとかいう噂もありました 守はこの金座銀座の役人から休眠・民救済の明画金を取り上げようと考えましたが何としても適当な工夫がありません勘定奉行の役目で金座へ出張して調べることは何でもないが吹屋町の後藤三右衛門の支度黄金がうなっているという大蔵は役目を傘に来ても調べようがなかったのです 金座銀座の頭は今日の日本銀行総裁のような非常に見識があったもので勘定奉行といえどもめったに指をさすわけにいかずもし調べた上で不正の貯蓄が見当たらないとするとこれは腹切り者ですそこで清廉金直な駿河神ですが日ごとに加わる町人百姓の窮状を見かねて銀座銀座の役人の宅に隠密を放ち その生活状態から貯蓄の有無を調べさせ本宅別荘の絵図造作までも写し取らせましたこの間の消息は「菓子屋和」などにも載っておりますが料理する駿の神にしては全く一代の密偵政策だったでしょう何を隠そう俺はや矢部駿河の神様から金座の五島につけた隠密の一人え ここれはお驚ままもきした。バカな話ばかりしているひょっとこのんじが勘定奉行の密帝とはさすが人を見る商売のお駒にも思い及ばなかったのですその上命を的に金座へ入り込んでいるんじが軽々しく身分を打ち明けたのがこのごろの隠密制度がどんなに厳重なものであったかを知っているお駒には不思議でたまらなかったのでした こんなことをベラベラしゃべったらおこまさんはびっくりするだろうがみんな駿河の神様のお指図さ俺一人の知恵じゃねえ聞いてくれよおこまさん他の役人の暮らし向きは2月3月の探索で手に取るように分かってしまったが肝心の本尊五島三右衛門の暮らし向きばかりはどうしても分からねえ吹屋町の大蔵三んと前には 大番小判がうなっているということだが、誰も入ってみたものがないんだから、世間のうわさばかりじゃ、駿河の神様も名画金の謎のかけようがねえ。俺は、吹屋町の屋敷に住み込んだから半年になるが、銀座の小南と違って、金座の五島はしつけがいいから、年に4両の給料の他には、小判の面も見せたことがねえのだよ。嘘か本当か知らないが。 あの三ま前の王像へ入りゃその場を去らず手打ちだという話だ手打ちにされたら化けて帰って駿河の神様へ申し上げるつもりで半年よりを狙ったがいけねえ三と前の蔵の鍵は三右衛門が自分で持っていて誰にも開けさせねえことにしてあるんだ権ジの話が次第に確信に触れていくのをお駒は 耳を塞ぎたた。いいいような心持ちでで聞いているのでし勘定奉行の下役お駒と内緒で夫婦約束までした相沢宗三郎と切れてこの間から暑くなって通う後藤三右衛門のせがれ三之丞のもとへ行けというのはその吹屋町の後藤の支度にある3つの大像の中を探れという頼みでしょう。 対外のことなら真っ向から断ってのけるおこまですが、相手は矢部駿河の神ではそうもなりません。なんという因果な通り合わせか。駿河の神がまだ1500国の孤独をはんで、日付盗賊改め役をしている頃、親の陣兵はふとした罪を犯して、危うく遠刀になるところを駿河の神の寛大な処置で助けてもらった体温があったのです。 後藤の小せが柄が毎日明神様へ参詣して飲みたくもない茶を飲むことを矢部の殿様はことごとくご存じだが昔少しばかり恩を着せてあるだけに陣兵やおこまには頼まれないとおっしゃる俺には矢部の殿様のお心持ちはよく分かっている吹屋町の三戸前の蔵は女の腕でなきゃ開けようがねえ おこいなことは言わないこの境内からたった一足出てこの説の江戸の町を見てくれ寮に2との米が食えるものか食えねえものか権次は安全と声をのみました田舎ではわらびの根もにしもわらも杉の皮も食うというが江戸のものは一体何を食やいいんだ 昨日も昌平橋のそばで3人今日はお茶の水で2人この界隈だけでも何十人何百人生き倒れになるかわからねえ世の中だところどころにお救い小屋はあるにしたところで江戸中の困る者の口の数に比べれゃ焼け石に水だ近いところ筋飼い橋外と泉橋のお救い小屋へ流れ込む人の数を見ねえ 一杯ずつ会をほどこすんだった容易のことじゃね。え。こんなことを言っちゃなんだが、おかみのお金グラは空っぽ。開国をしたいにも金がねえ。お払い前が一万国出たが、それもおしめりにもならないじゃないか。待ち方はせめて十万俵も米を買い上げて半年に売りたいというそうだが、鶴ヶ様は。 どうしても三十万両なくちゃ新米の出回るまでのしのぎがつかないとおっしゃるんだそんな大した金は町人からは絞りようがねえ当たにするのは小判がうなっている金座銀座の役人衆の懐ばかりもう分かったよゴンジさんえ <っ S 2> おこまはいきなり顔を上げると じょうぜつをふうじてしまいたいようにこういいました理屈はしらないがむこうでもとなりでも三どのしょくじはおろかおもいもすすれなくなってよわいものやとしよりやこどもがばたばたしんでいくのはわたしもよくしってるこんなじせいにいろのこいのといってはもったいないわたしはいくよえっ 後藤の小せがれのところへ行ってあの三と前の蔵の中に何が入っているか見届けてやるよほんとかいおこまさんだけどもさあの青びょうたん野郎のママになると思えば私は悔しいおこまさん何だってまた私は こんなにきれいに生まれついたんだいそんなことを言ったっておこまさん私は泣きたい権路寺膝を貸しておくれよお安い御用だどもおこまは権寺の膝の上へ身を伏せて泣いて泣いて泣きふけりました 身も浮くばかりという形容詞はこんな時だけが本当らしく使えます湯のような美女の涙が布子を通して太ももに流れるのを権ジは手のつけようのない心持ちで我慢しましたそれは実に恐ろしい魅惑です 身ををてて人を助けよう相。相沢さんは相沢さんはそれをご存じかい泣きつかれてしばらく静かにしていたおこまは半刻ばかりたつと不意に頭を上げましたすっかり涙で現れた顔は新鮮なすもものように赤くなって熟娘のむせ返るような魅力が 何ともいいようのないにいをまき散らします。それはご存知だとも。相沢の旦那も一緒になって捜索したが、やはり吹や蝶ばかりは手がつけられねえ。とうとう我慢ができなくなって、お前を頼むことに話がまとまったのだよ。今まで美女の涙を膝に脅落していたゴンジは、 夢から呼び覚まされたようにこう言いましたそれほど知っていなさるならどうしてご自分でいらっしゃらないのさこんなことをおこまさんに言う顔がないというのだよ育児がないんだねえそうじゃないかほかにいい女ができての切れ話なら人に頼んで言わせる筋もあるだろうが それほどの役目を引き受けて江戸中の人を助けるために切れるのを私は嫌だと言うとでも思ったのかい冗談冗談じゃないよ大駒さん相沢の旦那は気が弱かったんだただそれだけのことだよ自分の口からお前に切れてくれとは言いにくかったんだそうかねえ 妙にそぐわない心持ち。お駒は襟に顎を埋めて考え込んでしまいました相沢の旦那を悪く思っちゃいけないよお駒さん悪くは思わないが育児のない人だと思うよそんな武士がどこにあるんだいお駒さん黙っておくれ。 自分の女を人に取られているのに指をくわえて引っ込んでいるような男を私は大嫌いさ。おこまさん。ゴンジさん黙っておくれ。腹でも立てなきゃ。私は五島の小せがれのところへ行く張り合いがない。畜生ゴンジは慰めようもなく。 黙って女の取り乱した様子を見守るばかりですおこばさん無理もないことだが相沢さんには罪がない黙っておいでよゴんなシお前さんもおせっかいだね隠密などになったり色ごとへ口をきいたり畜生惚れてやるからおっ ゴンは飛びのこうとしましまた。お駒の剣幕があまりに凄まじかったのですこんな字私は悔しいおこまさん気をしっかり持ってくれ相沢さんは感情奉行寄り木で二百石取りの近江だろう夫婦約束をしたって水茶屋の娘の私とは提灯に釣りがね 据えとげられるものとは思っちゃいない邪魔なら邪魔とどうしてご本人の口から言ってくれないんだえおこばさんそれは無理だ相沢さんはお前を捨てるつもりもなく厄介払いをするつもりでこしらえた細工でもない分かってるよゴンの字だから私は自分の勝手で あの後藤の氷嘆野郎のところへ行くんだ。私は自分の身を捨てて、江戸中の、いや、日本中の困っている人を救えやいいんだろう。相沢さんが何だい。さあ、帰ったらそう言っておくれ。相沢さんには、私の方から切れてやるって。お駒は立ち上がって。 かかりりののほのかににししてくる窓へ寄りましたそこには鏡台が一つ上へかけた覆いを取ると磨かせたばかりの鏡の中に少し晴れっぽくあるが涙に現れてかえって美しくなった自分の顔が映りますもう後藤三之丞がお参りに来る時刻だったのです。

友の者が一人、それを店先に休ませて自分だけは例の通りずいっと奥へ通りますそれにいつもよりきれいに見えるのはどういうわけだ羽織の裾を払って長いものをそばへ置くと扇を斜めに少し気取った構えになるのでした年の頃25何と言っても若い三之丞です 旦那がお見えになったからでしょうおほほほそれにきょうはあのいつぞやのお返事を申し上げようと思って朝からお待ちしておりましたおこまはそばへすわるとなよなよと上半身を曲げて三の城ののっぺりした顔を下から見上げるのでしたそれはありがたいな吉か 半吉か。まさか今日ではあるまいな。基地か強化は存じませんが。旦那様のおぼしめしもよくわかりましたし、父とも相談して、いよいよお言葉に従うことにいたしました。え、本当か。それは本当か。それはありがたいな。いよいよ話が決まれば。 この水茶屋の株などは人にやってしまってお前の好きなところへ一軒あのお言葉中ですがなんだおこま旦那様のおそばへ置いてくだされば私出かけはおろか召し使いでもいとうことではございませんがなるべくは吹屋町のお屋敷の方へ置いていただきとうございますそれはまたい,いな望みだな 窮屈ではないか。それも覚悟しております。女と生まれて旦那様のような立派なお方とちぎったみよりに金座のお屋敷にたった一日でも住んでみたいのでございます。おお<う>。門に対する自負心があるだけにおこまの望みが三の城には最もに聞こえました。 どううししたものでございましょう旦那様、どんなに不自由なく暮らしてもどんなに不自由なく暮らしても世間並みの囲われ者では私は嫌でございます待て待て吹屋町へ入れることをならぬとは言わぬぞ一応父上へ申し上げて近いうちに吉相を知らせるとしよう旦那様お願いでございます お駒は一生懸命でしでた。ついぞそばへ寄ったこともない三の丞の膝に取りすがってそれをぐいぐいと動かしながらあらゆるこびとわがままと魅惑と好奇をまき散らします蔵へいいきたい願い話は思いのほかとんとん拍子に進みました。 十六まで独身を通してお駒より他の女には振り向いても見ようとしなかった三之の丞の一国さが頑固な父の三右衛門を動かしてとうとう召使いという名義でお駒を入れることになったのはそれからたった三日の後だったのですお駒は手軽に吹屋町に乗り込みましたが広大な屋敷の中に入って 幾十人の召使いの中に立ち交わると今さらお駒の美しさが目につきます鉄火物という評判を取ったお駒が思いのほか素直に使えるので三右衛門も少し予想外な心持ちでした二日三日五日と日は経ちます凶作の後の恐ろしい上は江戸中を 濡れた灰のように冷たく不活発にしてしまいましたが吹谷町の五島の屋敷は映画と陥楽が渦を巻いておりましたおこまは「召使い」という名義でも実は若旦那の三之城の愛称でその存在は次第に火のごとくはっきりしてきましたがまだ奥の三戸前の土蔵に近づくことなどは夢にも及びません 七日目おこまはとうとうしびれを切らしてしまいました旦那様おこまの愛武の疲れでうとうとしていた三之丞はふいに甘い夢から引き戻されました何だおこまかいつの間にやら床の中から抜け出したおこまは長襦袢一つで三之丞の枕元に座っていたのです。 安頓の明かりが片面を照らしているせいもあるでしょういつも滴るように美しい顔が妙に引き締まって畳についた片手はわなわなと震えております私は眠られませんじっとしていると眠られるよ今頃起き出す人間はない 三之の条の調子は寝そびれた子どもをあやすようでしたがお駒は少し根の緩んだ島田を大きく振って「い,いえ私は大変なのぼせ症でこんな時は私は大変なのぼせ症でこんな時は水をかぶるか穴ぐらへでも入らなければ眠られないのです」なら。 三之丞は少しからかい気味に半身を起こしました。この情熱、そのもののような女はそれくらいの特異性を持っているかもしれないと思ったのです。お願いでございます。旦那様。私を裏のさんと前の蔵のどれかへ入れてください。それはならぬ。三之丞も少し驚きました。 どうしてでございますあれは父上のお許しがなければ誰も入ることができないことになっているのだよこんな夜中でも夜でも昼でもああ,あ,あおこまは投げ出したように言ってくるりと後ろ姿を見せました。 寝ないか、お駒どうぞおやすみくださいまし私はどうせ眠られはしません弱ったなあしばらく言葉が絶えましたがおこまは身動きもせず三之丞はその美しい後ろ姿から目を離そうともしませんでした あのオクラの中には何が入っているのでございましょうさあ<う>おこまの問いが不意だったので三之丞も少しぎょっとしました世間の噂では大判小判がいっぱいだと申しますがさあ一目 私に見せてはくださいませんかそんな分からぬことを言わずに眠る工夫をしたらどうだ私はどうせ眠られはしませんこんなに火のように熱いんですものおこまは三之城の手を取って自分の胸へ差し入れました大して熱いとは思いませんが 高なる心臓の鼓動が男の手に響きますそれがどうしたというのだ私はこの熱い肌を鐘で冷やしてみたいのでございますこの焼けるような体を山吹色の黄金で包んでしまって腹の底から冷え冷えしてみたいのですバカなことを そうさせてくださいまし、旦那様。私はこんなに焼けるような心持ちでもう我慢ができません。おこまは自分の言葉に勢いつけられたように立ち上がると、三の杖を床の中から引き出しました。これ何をする？私は映画も映画も望みではございません。このお屋敷へ上がったのは。 たった一目何万両というお金が見たかったのでございます。蔵の中へ入れてお金をうならせておくなんてずいぶんもったいないことではございませんか。さあまいりましょう。わたしは大番小番を体中に浴びてこの火のような心持ちをさましたいのです。でなければ。 私を返してください明日と言わず今すぐ私は明神様の水茶屋へ帰って木の床の上へ寝てこの体を冷やします絹のヤグなんかもう見るのも嫌お駒は三の丞へ絡みついて離れようともしませんなんという素晴らしい情熱の体温でしょう三之丞は ただもうおろおろするばかりでした黄金の滝にお駒はとうとう三之丞を解き伏せてしまいました2人は2羽の蝶のように父親の寝部屋に忍び込むとそっと枕元に入って手箱の中の鍵と柱にかけてある手鍵を持ち出しましたしっ 静かに奥に並んだ三戸前の土蔵までたどりつくうち三之丞は何べんおこまをたしなめたことでしょうおこまはすっかり有頂天になって執念深く三之丞に絡みつくのでした廊下が尽きるところに金網のかかった有明がついております三之丞はそれを外して左手に持つと まを開けて大一番のエビ大一番の海老状を外して塗りごめの扉を開くと中は二重の板戸それは手鍵一つでわけもなく開きます沢ぐんでないぞおこまを差し招くとかごあんどんを持ったまま三之丞は中へ入りました 最初は心の激動に何にも見えませんでしたが少し落ち着くと蔵の中の光景は想像以上の素晴らしいものだったことに気がつきます左右に杉なりに積んだものは千両箱の山。これが何百あるとも見当がつかないのに正面は封をしない小判と大判が本当に砂利のように積んであるのです 中に交わった延ナマコ、地金、砂金の袋などはその砂利の中の石とも材木とも見られるでしょうそれが大地から掘り出したばかりの純量無垢な山吹色であんどんの光に散乱と光るのですからその壮観は言葉にも及びませんどうだおこま。 少し得意そうにカゴアンドンをささげる下から「ははっ!」おこまはただ悲鳴のようなものを上げて飛び出しましたいきなり黄金の山を駆け上りその上に二三度転がってあとは両手ですくい上げて大番小番の滝を頭の上からザクリザクリとかぶるのでしたきらめく黄金は 美女の肌を笑って床に壁に窓に焦然となりますおこまがのぼせ症で金に体を包みたいと言ったのはもとより当座の口実でしたがこんなすばらしい黄金の山を見るとその約束を果たして黄金の乱舞をやらずにはいられないような心持ちになるのでした をに染めた20万両をちょうどその時後藤三右衛門は目を覚ましましたどこからともなく響いてくる黄金と黄金と触れ合う音がどんなにかすかであったにしても慣れた三右衛門の夢を驚かすに十分だったのです本能的に枕元の手鏡を見ると蔵の鍵がありませんはっと と思ってあげために柱にかけてあったはずの長鍵もなくなっていることに気がついたのです三右衛門はたしなみの帯を締めて一刀を帯に落とすと投げしの手やりを取って廊下へ出ました雨戸が1枚開いております音は真ん中の蔵の中からと思うと躊躇はしません板戸に手をかけると旦那様 危ございます。どこから出てきたか中玄姿の男が立ちふさがりますなんだゴンジかくせ者が入っているお前は引き返してみんなを起こしてこい旦那様は俺は中へ入ってみる後藤三レモン十分肝が据わっておりますそれは危のうございます旦那様ゴンジは なおも蔵の戸前から離れようとしませんここから三右衛門を入れたらどんなことになるかわからなかったのですえ、どけどけけしかし三右衛門はもう我慢をしませんでした言辞を書きのけると菓子の板戸を開けて中へおお中は淡い明かりに照らされて黄金の雨 黄金の己バイタ黄金の洪水を漁してあらゆる狂乱を続けておるお駒を見ると三右衛門の手荒りはさっと伸びました<っ>薄桃色に蒸気した美女の肉体が黄金の山の上へ崩れると胸から赤い血潮が滝のごとく噴き出すのでした。 ゴンチさんおまはそう言って顔を上げましたが土蔵の外に何やら物の気配を感じるとまたがっくり父親の中へ崩れてそのまま息は絶えてしまいました黄金の音続く絶叫自分を呼ぶ声などを聞いて ゴンジは何べんか蔵の中へ飛び込もうとしましたが思い直して一掃に門の外へ飛び出してしまいました行く手は勘定奉行矢部駿河守の,の屋敷自分の頭をかき乱してぜいぜい息を切らしながらんじのひょっとこ面はさめざめと泣いておりました あくる朝勘定奉行よりき相沢宗三郎は権次を案内に吹屋町の後藤三右衛門屋敷へ乗り込んできました「神兵衛娘駒親元の承諾を得仮親を立てて拙者の妻に申し送ることにあい成った」「奉公中気の毒であるが早速引き渡してもらいたい」という口上です。 三右衛門もせがれ三之丞も申し開きがつきません奉公人を手打ちにすることはよくある例で金蔵へ盗みに行ったといえばことが済むようなものですがその金蔵は数十万両の金が血潮用に死んでいては検視の受けようがなく第一権次が勘定奉行の隠密と分かっては争う余地もありません三右衛門は 黙って即座に20万両を上納しましたこれは歴史にも有名な話続いて隠居願いを差し出しましたがそこまで追及するつもりはなかったのでそれは差し許されませんでしたお駒の父親で彩られた20万両は右から左へ休眠を救うの死にあてられ天保の大飢饉の始末も これで一段落つきました。「矢部駿河守は後町奉行に転じて天保十三年奮死し相沢宗三郎は終わりを知らずひょっとこの権次は坊主になったということです」「お駒に膝を濡らされて以来よくよく骨身に徹して世の中がつまらなくなったのでしょう」